ということで、いろいろな列車を乗り継いで新宮駅までやってきました。新宮駅からはね、黒潮号に乗っていくんですが、こっから JR 西日本管内に入ります。西日本管内に入ったということはですね、つまり、今月中に宇奈駅まで切符を買いに行ったんですけど、その切符がいよいよ役に立つということになります。で、なんで宇奈に行ったかなんですけど、まあそれは今から切符をお見せして紹介していきたいなと思います。はい、今回乗る切符がこちらですね。で、右下の方にね、今までは書いてなかった西 U5 割65という数字があるんですが、株主優待券を使うために米子駅まで行ってきました。まあ、米子に行った、ね、意味は特にないんですけど、まあ、とにかく西日本管内じゃないと西日本の優待券使えませんので、西日本の駅で、なおかつ有人改札窓口があるところまで行ってきました。今年からですね、4列車まで、下道の1本の切符で4列車までしか割引が効かなくなったんですよね。今までは何列車でも組み込めたので、これから乗る列車すべてに5割引をかけることができたんですけど、今は4列車ということで、グリーン車がついてる車両だけを厳選して4列車選びました。なんでこれからね、黒潮のグリーン車5割引で乗っていきたいなと思います。定価が6800円なんですけど、株主優待券により3400円まで落とせていますので、非常にお得かなと思います。はい、こちらが今回乗る黒潮36号になります。ということでね、まだ時間があるということなんで、逆側にね、回って撮っていきたいなと思います。これはね、地下道を通っていくシステム。今ね、ドア開けてましたね、車掌さんが。まああと15分あるんで大丈夫です。で、逆側で南紀が来てるんでね、南紀なんですけど西日本の管轄ということで、西日本の音楽が流れております。しかもマジで風が強い。こんな感じですね。まずはね、2号車乗っていこうと思います。もう完全にね、サンダーバードと一緒で、まだね、人がいないんで喋らせてもらってますけど、グリーン車とかね、1号車のはちょっと少し人がいましたね。今現在黒潮には3種類の電車が使われていまして、1つが283系オーシャンアロー編成ですね。で、2つ目がこの287系、でもう1つが289系。283系が一番古くてオーシャンアローなんですけど、まあこれもね、また乗りに来たなと思っております。で、287系、289系って番号が連続してるんですけど、289系は白鷺とかね、白鷹で使われていた683系を改造して直流専用にしたものなので、実質287系よりも古いということで、287系が一番の当たりとなっております。普通車も車端部にはコンセントがあります。ですが、普通の席にはありません。でもね、窓枠さえ見せらなければこんな感じで広く窓を使います。この列車は2012年製でしたね。では早速ね、グリーン車の方に行きたいなと思います。ここに男性用トイレ、男女共用トイレ、洗面台があります。また車内には自動販売機などの設備も、もう少々お待ちください。
はい、白浜駅に到着しました。7分間もね停車するみたいなんですけど、ちょっと遅れてるんでね、まあ、もうちょっと短くなるかなと思います。まあとりあえずね余裕があるんで、飲み物がなくなってしまったんで買いたいなと思います。ここから先はね黒称号も本数が増えるということで、奥の方には明日の朝使われる黒称号が止まっています。
ということでね、暗くて何にも見えなくて全然動画撮ってなくて爆睡したんですけども、こっち側のね、かっこいい柵がないとこに来てしまいましたね。あっちだったらね、もうちょっとネタがあったんですけども、しょうがないですね。とりあえず今日はこれで終わりになります。こんな感じでね、うめき体験に出るとですね、入場券を買うようなところに通行証っていうのがあるんですけど、ご希望のボタンをお選びください。ご希望の決済方法を選択してください。通行証を押します。そうするとこんな感じでね、西口まで行ける通行証をゲットすることができます。